嵐だー。火事を取れー。アゲルさん、これイカダだから火事なんてないですよ。コマ稽古隊員だよ。火事があるかどうかじゃなくて、火事を回す気持ちがあるかどうかが大事なの。そういうことだったんですね。今日も一つ勉強になりました。会話のレベルが低すぎる。というかアベルの建築サメに壊されてない？おい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 、嵐に紛れて何やってくれてんだよおい。撃退してやる。アベルさんの方壊され散った？ジョビさんの建築じゃなくてよかったぜ。そうやってな、人を思いやれないのはな、人間性ができてない証拠なのだよ。アベルさんもね。んじゃ、建築を進めるために資材を集めようか。そこでね、考えついたことが一つ。なになに？大量に建材を集めて一気に建築進めちゃおう作戦。イエーイ。あれ？いやそれ普通じゃん。何でも作戦ってつけとけばいいと思ってるの？いや、ジョビさんだもん。俺じゃなくてチョビさんがこの名前つけたんだもん。だから言いたいことがあるならすべてチョビさんに言ってくれ。考えることはアベルと同レベルってことか。とりあえずアベルさん、これじゃ全然建材足りませんよ。いやー、それはわかってるんだけども、この地道な作業じゃ全然木材手に入らねえ。木材を手に入れる方法って、漂流してくるのを回収するしかないの？いや、一応木を植えてゲットはできるんですけど、一本しか植えるスペースがなくてですね。ああ。この木何の木？アベルのアッホッケー、みたいなの思いついたんだけどどう？ジョビさん食料とかってまだあるの？2階のチェストの中にまだありますよ。結構お腹すくの早いですよね。ねえ、大きい魚とかないときつい気がする。アベルのアッホッケー。ということで、建材も結構集まったから建築していくぞい。まずは床を少し拡張しまして。拡張なんかして大丈夫なの？広くしたらさらに建材が要求されると思うけど。と思うでしょ？だけどさ、海にいくら水を足したって傘が増えてるようには見えないでしょ？つまりそういうことよ。そのふざけた謎理論やめろ。ジョビさんを見てよ。こじんまりとしてるじゃん。豪邸には見えないけど。確かに、この海での効率面を考えたら、あれぐらいの方が良かったのかな。豪邸には見えないけど、まあ、トリマ1階の壁をパパッと完成させちゃおう。サメが？このように、長い方の側面は葉っぱの壁を用意まして、少しオシャレな雰囲気を醸し出す。わあオシャレだ。ここでアベルさんにアドバイスを一つ。葉っぱを使った壁の方が、木材の消費が少なくていいですよ。なるほど。その分ヤシの葉の消費が激しいけど、木材は節約できるのね。これは交互に使っていった方がいいのでは？ふんむ、だが断る。は？このヤシの葉の壁、木材を消費できるのはいいんだけど、あんまり多く使いすぎると見た目がちょっとね。ジョビさんヤシの葉の壁使いまくってるんですけど。アベル、コラボ相手の建築を備するのはどうなの？もしかして喧嘩希望してる？いやいやそんなつもりは一切なくてですね。でもよく見ると、ジョビさんの建築すっごいよく見えてきた。アベルさん、嘘下手すぎませんか？サメに食われろ。おんおんおーん。そして、2階を作るために柱を立てていこう。ああ、そこら辺しっかりしてるんだね。マイクラやってると感覚がおかしくなっちゃうよ。マイクラで重力がしっかりしてたら、すっごいめんどくさそう。てか、柱立てすぎてたら邪魔になるかな？確かに柱ありすぎると、1階で移動しづらそうだね。よし、1階と2階の壁は繋げないで作ろう。どうなるかなんて完成しなきゃわかんないしな。木材節約にもなるからね。で、スクラップの在庫がなくなったので無人島で回収じゃい。ブークブクー。スクラップ回収、サバイバル感があっていいね。痛いわね。私の綺麗なお尻をかじらないで。もう、人神の威力が高いんだから。これ、一人で潜るのは危険じゃない？アベルがおとりになった方がいいと思うんだけど。迷うことなくどうして僕を指定するの？相方の命を大事にするのが相方ってもんじゃないの？俺、悲しいよ。やばいなんか始まった。今までさ、人としてまともな扱いをされてこなかったんだよ。それでさ、アテネはさ、俺のことを対等に見てくれると思ったんだよ。なのにさ、こんな仕打ちってあんまりじゃない？アベルさんアベルさん。アベルさんとアテネさんって2年以上関わってるみたいだけど、アベルさんが対等に扱われてるなんて思ったことないですよ。あっはっはー。いや君たち冗談上手すぎてくさ。わらわら。でもよかったね。俺が冗談通じるような人でさ。ねえ。それじゃ、2階の床を作っていくよ。あとは2階の床とかで、屋根をつけたら完成だね。ところで、木材の方は大丈夫そう？絶対足りないと思う。2階の床の分しかないです。マジか？建築始める前、1時間ぐらい建材回収してたのに。それなぁ、まさかこんなすぐなくなるとは。さあさあ、2階の壁を作りながらなんだけど、コメント返信でもやっていこうかね。やっていこう。ほら、ジョビさんも。あ、ジョビさんも参加しちゃっていいの？何でも言いたいこと言っちゃうよ。いやちゃんと考えて発言してね。
それじゃ、一つ目のコメントいっちゃおう。うぽつです。アベルさん、ジョビさんには友達料いくら払ったの？いや払ってないですし。まあ、そういうのってあんまり人には言いたくないよね。いやー、自ら進んでお金渡しに来るからびっくりしちゃいましたよ。はい、やめようねー。次のコメント行きましょうねー。フォートナイトしろ。あー、これ悩んでたんだよね。そういえばフォートナイトって、前に一回やったっきりだったよね。いいですね、フォートナイト。一緒にやっちゃいます？まあ一緒にやるかどうかは置いといて、フォートナイトか第五人格、どっちやろうか迷ってるんだよね。第五人格？第五人格って、DVD のスマホ版だっけ？確かに、あれすっごい似てますよね。DVD 運営からは許可もらってるらしい。で、視聴者さん、フォトナか第五人格どっちの方が見たい？アベルの実力でもできるってなれば、第五人格だよね。へえ、なら第五人格はチョビさんでもいけますね。あまり俺のフォトナの実力を甘く見ないでもらいたいね。こう見えて俺、ビクロは2回したことあるんだぜ。2回。すごーい。アベルさんビクロは取ったことあるなんてすごくないですか？いやそこは乗るのかよ。ほら、さっさと次のコメント言って。それでは最後のコメント。スイマを舐めちゃいかんですよ。確かに。前回そんなスイマ関連の話したっけ？チョビさんも最近生活リズムが狂っててやばいんすよねー。え、みんなってどうやって睡魔を追い返してた？俺は手の甲をつねりながら深呼吸してたんだけど。え、想像したらただのヤバいやつなんだけど。へぇ、今度それやってみようかな。チョビさんの対策としては、寝てるよ。ああ、そういう対策もあるのか。で、それ対策になってないやーん。追い返さずして睡魔を受け入れてるってわけね。ってのは冗談で、ミンティアを鼻に突っ込めば目が冴えるよ。いや、その考えは天才のそれ。そいじゃね、仕上げの屋根作りに移りましょうか。くぅ、生かしてんねー。何が？そういえばさ、アベル、バトルの勝敗ってどうつけるの？ああ、それについてはチョビさんといろいろと話し合ったんだけど、アンケートで視聴者に決めてもらうってことに決定しました。まあ、自分たちじゃできないからそれが一番いいね。でもさ、アベルのチャンネルだからアベルが有利になっちゃうんじゃない？なので、視聴者さん、ここは公平にジャッジをお願いします。てか俺の豪邸食べようとしてんじゃねえよ。ああ。ああ。絶対あいつ許さねえ。この闇で仕留めて食料にしてやるー。豪邸の完成だー。イエーイ。建築お疲れ様です。二人ともいい感じにできたんじゃないですか？うんうん、これは豪邸間違いなし。そして、二人の豪邸の間に橋を作っておきました。行き来できるようにしたのはいい案だね。それで、中は紹介するの？もちろんよ。まずはチョビさんの方から紹介していきましょうかね。紹介しちゃってくだせー。アベルさんの建築が遅いから、内装も結構来れたんですよね。マジで？ここから見てわかるけど、アベルの方の内装何もなくね。いやいやそんなことないからね。ほらチョビさんの豪邸紹介するよ。1階は柱とかあったから何も置いてないけど、2階の方には期待しちゃってくだせー。なるほどなるほど。そうだよね。柱が邪魔で装飾しにくいよね。あれ？あ、一応棚は設置しといたんだけど、これを内装っていうのはちょっと違うと思いまして。なんだ、なんだこのシャレオツな時計は。ちょっとアベル、反対側見て。めっちゃオシャレじゃない？おいおい、なんでこんなオシャレ度が高いんだよ。カレンダーも飾ったけど、ヤシの葉とかぶっちゃいましたね。でもこの机とカーペットはポイント高いぜ。ははは、まあまあ、ごくごく一般的なオシャレって感じだね。いやー、アベルの豪邸が楽しみだね。どれだけオシャレな内装なんだろう。気になりますよねー。一級建築士の建築、参考にさせてもらいますね。はは、いくらでも見ちゃってくれよ。この一級建築士が仕上げた豪邸をさ。あー、ちゃんと1階から見せてくれるんだ。でもね、1階は柱の関係上ベッドしか置けなかったんだよね。まあ、それは仕方ないね。チョビさんも1階は何も置けませんでしたし、2階が力の入れどころですよ。まあそういうことだね。あ、待って、もうちょっとだけ1階見とく？はよ2階に行け。はい。すげー。内装凝ってないように見えるがそんなことないということが一目瞭然。これ、景色を楽しんでもらうために内装凝らなかったんだよね。さあ視聴者さん、すべて含めてアンケートにお答えください。いやー、やっぱり勝負ごとには勝ちたいけど、こんな素晴らしい建築を見せられたら心が折れちゃいますね。ところでこれ、負けた方に罰ゲームとかあるの？ええー、罰ゲームは必要ないです。